よし、やっとマサバ来たよ。ずっとアラバナでしたからね。うん、待った甲斐がありましたよ。では、バッチリ決めたいと思います。いきますよ。突っ込むぜ。今回のテーマは持ち逃げでございます。よしよし。行くよ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 。とりあえず塗って、まずはバリアを貯めて一気に攻めるよ。まずはバリアを貯める。必須です。丸の手伝うよ。割って貯めて、ほら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 、逃がさねえよ。見っけ。ああ、見っけられてたーん。立って持ってる。普通のハローなんかちょっと人気ですね。ここだと、ああ、メガホンもあるからか。このステージだと刺さるよね。さーって、相手の方の武器傾向からして、今回は持ち逃げがいけます。矛からちょっと注意力をそらしてさえいただければ、私がね、その一瞬をついて、奪っていく予定でございます。ボム、ぽーい。怖っ。よし。倒してくれた？ちょっとポイズンもらっちゃってさ。そう、膝にポイズンを受けてしまって。くっそー進めねえな。中途半端に倒してしまうと、かえって持ち去りにくいんですよね。あえて全員残ってる状態、もしくは全滅の時に一気に進めるのがいい感じですね、やっぱり。そしてメガホンか。後ろにこの人、今注意いってないんじゃないの？ボム置いておきます。OK、 ここに気をつけて。2人がかりならよしよし。とりあえずポッコは任せて大丈夫なはずです。ガロンを倒す。そして相手の方は今1人残ってる。その1人次第だな。結構火力のある武器が多いので、そこ気をつけて。あとは持ち去りで、今回この味方の方が結構ね、この防御意識が強い方で非常にやりやすいので、そこさよなら。 OK、下から来てるよ。うわうわ、メガホン飛んできすぎでしょうがよ。さあ下から来てる、頼む。 OK、 ナイス。私のこの持ち去り、いえ一瞬で終わった一瞬で終わった。58は分かんないですね。向こうの方に移動速度速い方がいたら、こんな差は一瞬で埋められますね、本当に。またしても、なんでもうちょっと欲しいね。30あればまあいけますが、相手の装備次第ですね、今のところは。うわー、バリア持ってるな。うわタイミングくっそ、持ってるけどそこまで早くはない。まだ大丈夫、今追いかければ間に合いな。うわー最悪あー来ちゃう、これ来ちゃう、来ちゃう、来ちゃ、来ちゃわない、来ちゃわない。帰った、帰って、そのままメガホン多すぎんだって。来ちゃった、来ちゃった。さよなら。 OK、 あー46ならまだ。2人がかりはきつい、なんとか終わります。あそこにまだいるんですよ、大丈夫、取って。あー降りたか、降りたか。よし、ほい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 。とりあえずこれ割らないと、どんどん割っていこう。さあ持ち逃げ大作戦いくぜ。失礼失礼楽しい、持ち逃げ楽しい。ふぅ、オッケー。これこそがこの歩き速度の恐ろしいところなんですよね。え、相手の方そんなに少なかったわけではなかった、ね、ポイズンも投げた。しかしそれでもなんかこの謎の速さによって一気にこの流れを引き戻した。さああと1分持ちこたえれば勝ち。うえー見えてなかった。くそ、せっかくいい感じだったのに台無しだぜ。さすがに23なら覆せないと思うんですけど、どないでしたろ、いけると思うんですけど、細かい道潰しかな。できれば一回裏取って敵陣地塗りつぶしてやりたいところなんですけど、それが原因でここ持ち去られる可能性もあるんでね。バレない程度の位置に陣取って、ボム投げて支援しましょうか。 OK、 これいい位置でしょ。 OK、 見つかってる。これ何やっと、よし帰って
護衛はここでいなくなってもらうよ。オッケー、よしよしよし、ナイス。あとはバラせなければいいじゃないですか。撤収、いってー撤収できねーくっそ。しかしこの状況はもう勝ちでしょ、さすがに。これオッケー、よし、危ねえ危ねえ、トルネードなのに撃ってきましたね。あれ結果的に取らない方がもっと楽して勝てた感じありますね、カウント的にも。もうちょっとギリギリで取りに行くべきでしたね、カウントと同時に取る感じの。うん、まあと思われ、増えました。この調子で次もマサバで元気に持ち去っていきたいですね。アロワナが久しぶりなんですが、まあアロワナよりも今回は持ち逃げ会です。最悪アルマはタッチダウンいっちゃうんでね、ほんと。さあやっていくぞ、やっていくぞ、やっていくぞ。今一瞬ダイナモさんが宅配の気配を感じましたが、大丈夫ですかね。いくぞ、今度も勝ちます、いきます、割りたいな。これ突然横から湧いてくるパターンじゃない。おっと、なんか見えた、失礼。あー倒したけどな、もうちょっと頑張りたかったですね。でこれ割れるでしょ多分、ポコ割れて、ポコで、あの若葉で勝率が、とにかくポコを運ぶ、前に前に、とにかくとにかく前に、防衛意識もいいですけど、とにかく前に運ぶという強い意志こそが勝利を呼ぶことが多かったですね説得力のかけらもね。しかし結構マサバの勝率はいいんで、いきますよ今回は。さーて、今相手はエリア中心付近、ぽい、さよなら。お、ほぼ全滅入った。逆に持ち運びにすくいんですよね実はこれ。おーい、ほか、これ、あー外した、もうちょっとだったんだけどな。こういう時、そうだ、ごめんなさい、私は判断を誤りました。今の状況こそ無視して持っていくべきでしたね。相手の方はこちらの様子を見つつ撃っていた。だから今回はもうあれだ、もう敵無視無視、知らん、どんだけ敵が言えばいないものとして扱う。そうなんだろうね、カードゲームのテキストのようにいないものとして扱って良いみたいな感じで、こんな感じで持ち逃げ最高、ぶっ放してやるよ。まあ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 上出来でしょう、オッケーね右に敵いましたけどうん、まさかそのまま走っていくわけねえだろうみたいな感じでスーッと抜けていくのが、なんだかんだ勝利につながるという、これ証明っすよ。やっぱね、矢倉も矛も進めてなんぼなんです。ただもうあれですね、そのゴリ押ししてまで運ぶ必要はなくなったので、ここからはいわゆる守りつつの戦いになります。慎重にね、歩き速度があるから多少無茶できるかもしれないだけで、やっぱり慎重に動かなきゃいけないところは動かなきゃいけないと思います。うわ早い、さすがに2度目は通用しないか。状況によっては取ってわざとやられてでも、何でしょう、バリアを復活させるとか時間稼ぎとか、そういうのも考えた方がいいのかもしれません。まれですけどね、取られてそのままストレートに行かせるよりは割らせる手間を1回稼いだ方がいい時もまれによくあります。今回は勝ったと思うんだけどね、怖いよね。これ見えてんすよ、入れ食い、入れ食いだったのに。せめてここゴム転がしとこう。無理です、これは来るかな、来るな。でも9ですから、生半可な進撃では意味がないですよ、むしろチャンスにできる。これ左右来てる、来てない、ステンコミサイルが、おっとクイックボムか、一旦引こうか、いってー、やばい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 、おお、ナイス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 、これ気をつけないと、これ一旦落ちた方がいいですね、さすがに。さすがに危ねえよ自分がよく何も考えずにふらーっと歩いていくことあるからこそ、これうげ、もう一回来る、オッケー、もう一人来る、転がしてみます、
マジかよ。イエーイ。邪魔するだけして落ちます。オッケーイ。よっしゃ行くか。よし、よし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 、いやらしい位置に下から上がるのは苦労するでしょう。ダイナマさんもいますから、こっちの味方には。これでいい感じです。結果的に降りるよりは時間稼げたんじゃないかな。できればもうちょっと生き残って、かつ自爆がベストでしたけど、さすがにそんなに甘くはないですね。よし、いけそうだ。おお、相打ちでいい、相打ちでいい。ただそろそろバリアが欲しい。しかしこれゲージ溜めれねえな。多分ゲージ溜めるにしては少々自陣が塗られすぎてる感じありますね。ここは相打ち覚悟でも突っ込んで塗っていくべきか。溜められましたね。ほい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 、ブラッシュ警戒。オッケー、まあいい、一つずつ潰していけばいいです。ダイナモの防御力には勝てません。こういう時のなんか頼り強さ半端ないですね、ダイナモさん。というわけで、このマサバのステージのこの歩き速度のなんかヤバさ、強引にこういう方法もあるみたいなところが、まあ見せれたらなという。ただ歩き速度つけないと全然いけないんですよ、これ。まさにそのための装備とマップって感じですね。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。